太平山リゾート公園は、秋田県秋田市陣別にある都市公園である。指定管理者制度に基づき、太平山観光開発株式会社が管理、運営している。1989年に策定された秋田市太平山リゾートパーク総合整備計画調査報告書に基づき、市民開放型のシビックリゾートとしての整備が進められていった。 朝日川の上流域にある秋田市の人市別地区に整備された公園であり、リゾート施設の指定管理者は太平山観光開発である。人市別地区は太平山の山麓にあたり、登山口がある人市別国民の森と秋田市街の中間に位置する。人市別家族旅行村として、1981年のピクニックの森の共用開始を皮切りに施設群が、 オープンしていった太平山リゾート公園であるが、それよりやや遅れて1982年から1989年までの短期間道路を挟んで、現在の太平山スキー場、オーパスの北側に人別レジャーランドがあった。跡地は現在はな公園エントランス広場となっている。など、クアドームザブーン、太平山リゾート公園のメイン施設として1991年に、 オープンした全天候型の温水プール日帰り温泉施設である。プール室内には、一周80メートルの流れるプールや、全長77メートルのウォータースライダー、センタープール等。また、入浴施設はひとし別温泉の温泉を引いており、展望風呂などがある。都市公園名採表アーカイブド2014年2月22日、アットザウェイバックマシン、指定管理者が、 管理運営を行っている施設、ありがとうございます。